豆の木と怖い鬼の、それはよかった。マリー、フランスパンを早く。フランスの子はいつでも少し不がわり、夢見る瞳、クソばかり謎めいた子だよ。ベルはボンジョー、おはよう、ご機嫌いかが。ボンジョー、おはよう、奥様は卵ちょうだい。とても高いよ。素敵なことが欲しい。ああ、ベル、おはようございます。借りていた本をお返しします。もう読んだのかい。一気に読んでしまったわ。新しい本ない？そんなに早く来ないよ。それじゃいいわ。今度はこれにする。これかい。もう3度目じゃないか。でも好きなの。遠い国で血統や魔法や変身した王子様。そんなに好きだと言うならこの本をあげるよ。悪いわ。いいんじゃよ。ありがとう、嬉しい。ありがとう。ご覧あの子はいつでも少し風変わり、夢見る瞳、本を読みつける、謎めいた子が呼べるわ。ミステリアスな謎めいた部分だ。あの子は確かにとても風変わりだと。わあ、キャパツエクスチューダーガストン、世界一のハンターだよ。わかってる。どんな動物もあんた狙われたらイチコロだ。女もそうだけどな。そうとも、ルフ、今俺はあの子に目をつけてるんだ。発明家の娘に。そうだ、俺はあの子と結婚するんだ。だけどこの町一番の美人だ。でもそれは最高の結婚相手だよ。それとも俺には無理だというのか。でもどうやって。一目見たその時からもう恋の虜だから、くどいて結婚しよう。ベルは俺のものだから。ほら見て、イカしてる、ムシュガストン大好き、ドキドキ夢心地なんて男らしいの。ボンジョー、失礼や。どうも、もちろんこれがベーコン、チーズを一番の、ごめんよ、ナイフを通して、どうぞ。あらまあ、サイ、とんでもない、もっと夢が欲しいの。あの子は俺のものさ。ご覧あの子はいつでも少し風変わり、夢見る瞳、クソばかり、謎めいてるファニーが、美しいファニーが誰と
結ばれる。バニーゴこんにちは。プリマチャンネルへようこそ。声楽ボイストレーニング担当講師の唐沢萌香です。今回はディズニーの美女と野獣より朝の風景を一人で全パート歌ってみたということで、いろんな声で、役を歌い分けてみることにチャレンジしてみました。いろんな声を出すときに、声が変わっていく仕組みというものなんですけれども、大きく分けると2つあります。1つ目が声帯の閉じ具合っていうことになってきます。一番大きく差が出るのがですね、これが、地声と裏声の差です。そんなに大きくなくても、どれぐらい閉じるかっていうことによって、柔らかい音だったり、逆にちょっときつめの音だったり、それから、今回は、キャラクターを歌い分けるということで、わざとちょっと喉に悪い発声をした、声も実はあります。なんですけれども、表現で必要だと思えば、そういう喉に悪い発声っていうのも、使えたりもします。もう一つがですね、声帯で振動が起きて、振動が伝わっていくときに通る道のことを声の道と書いて声道というのですが、声道の形が変わると声の、特徴が変わってきます。一番簡単なところで言うと、舌だったり、それからここのほっぺだったり唇だったりするんですけど、例えばあーおあーおあーお、これでも音変わって聞こえますよね。ちょっと動かしただけでもね、全然違う声になってきますので、ここを自由に動かしてあげることでいろんな声を出すことができます。スノーというアプリを使って顔をいろいろ変えてみました。音声は全く変えておりません。一つの声帯で自分一人だけでいろんな声が出せるっていう楽しみを皆さんも知っていただきたいなと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。